こんにちは、スタイリストの大岩俊です。今回の動画では一人ファッションショーのすすめというテーマでお話をしてみたいと思います。皆さんは新しい服を買ったのにそれを着なかったっていう体験は今までになかったでしょうか？僕は結構あったんですね。買った瞬間ってテンションが高いので、こういう風に着こなそうかなって思ったりはするんですけど、それをいざお家に持って帰ってクローゼットに入れておく、そしてその翌日ですとか次の日とかに実際に朝着ようとした時に、あれこれってどうやって合わせようかなと思ってなかなかイメージが湧かない、その結果なかなか出番がないまま数日が経ってしまって気づけばタンスの肥やしになってしまった、こんな経験はきっと皆さんにもあるのかなと思っています。なぜこういうことが起きるのかと言いますと、答えは結構明白なんですね。それはどう着こなそうかというイメージが具体的ではないからなんですね。朝服を選ぶ時ってバタバタして忙しいじゃないですか。その時にまだ買ったばかりの服を手に取ってこれどうやって着ればいいのかなとか、どうコーディネートしようかなって迷ってしまうと結局めんどくさくていつもの着こなしの方を優先してしまうんですよね。その結果全然使わなくなってしまうんですよ。ではこの問題をどう解決すればいいのかと言いますと、これは服を買った日に鏡の前に立ってどう合わせようかというのを明確にしておく、これが一番の解決方法だと僕は考えています。もうポイントは当日なんですよね。ここでやらなかったら絶対後日やることはないので、服を買ったらその日のうちに必ずコーディネートを決めてしまう、これをぜひ皆さんには心がけていただきたいなと思っています。具体的にはどうすればいいのかと言いますと、鏡の前に立ってああでもないこうでもない言いながらいろんな服を合わせてみながら自分のお気に入りのコーディネートというのをまずは一つでいいので決めていただきたいなと思っています。コーディネートの幅は広い方がいいんですが、ファッションが苦手なうちというのは自分の中の鉄板の着こなしが一つあれば十分なんですね。例えば僕がこの T シャツを買ったとします。そしたらこの T シャツに合う着こなし、これが一つ鉄板だというのをまず決めていただきたいなと思うんですね。例えば僕は T シャツの上にネイビーのジャケットを着ていますが、まあこの T シャツにはネイビーのジャケットが合うなですとか、この T シャツにはボトムスはブラックが合うなといった形で一つ型を作ってしまうといいかなと思うんですね。そして自分の中の鉄板のコーディネートが決まったら、ぜひスマホで写真に撮っていただきたいんですね。毎朝服を選ぶときにも、あ、このコーディネートで行こうっていうのが写真で一発で見直すことができるのかなと思っています。僕はスタイリストとしていろんな方をコーディネートをしてるんですが、お客様には自分のコーディネートはぜひ写真に撮って保存をしてくださいとお勧めするようにしています。そうすると毎朝スマホを見るだけで着こなしがすぐに想像がつくんですね。皆さんも朝はすごく忙しいと思うので、ぜひこの方法を試していただきたいなと思っています。僕自身も新しい服を買ったら必ず一人ファッションショーをするようにしています。家族が寝静まった夜にですね、一人で鏡の前に立ってああでもないこうでもないっていうことをやるんですね。まあ一人ファッションショーをやる時のコツも少しお話をしたいんですが、まずはいろいろ着る前にですね、この T シャツにはどんなものが合いそうなのかなっていうのを想像をしてみてください。まあ今日はいろんな服を並べてあるんですが、例えば今ネイビーのジャケットを着ていますが、こういったストライプ側のジャケットだったら合うかなとか、あとはこうカーディガンを羽織ったらどうなるのかなとか、もしくはこういったシャツですね、シャツを羽織るのもいいのかな、前を開けてみて着ると合うかなとか、他にはこういった、まあ、ナイロンジャケットみたいなのを着てスポーティーにするのもいいかなとか、まあ、まず最初にですね、自分の中でどんなものが似合いそうなのかを考えてみるといいですね。でなんとなくコーディネートが想像できたら、実際にそれを着てみてそれを合うかどうかをですね、しっかりと見定めるといいかなと思います。鏡の前に立っていろいろ着てると、うーん、これはなんかしっくりこないなとか、これが間違いないよねっていうのは確実にわかると思います。鏡の前に立っていろいろ試着をしてみると、これはなんかしっくりこないなっていうスタイルだったり、これは間違いない鉄板だなっていうスタイルっていうのが大きく2つに分かれると思うんですね。この鉄板の方を探すという作業が一人ファッションショーの醍醐味かなと思っています。結構ですね、ファッションが苦手な方っていうのはこういった一人ファッションショーをやってない方が多いんですね。まあ、鏡の前に立っていろいろコーディネートを試してみる、これがファッションにおける練習なんですね。これを数多く積んでる方がおしゃれな方なんですね。試着の回数をたくさん増やしていろいろファッションの幅を広げていく、この過程があるかどうかで全然ファッションの習得度が変わってきますので、ぜひ皆さんも一人ファッションショーというものを試していただきたいなと思っています。
そして一人ファッションショーをするためにめちゃくちゃ大事なのが大きな姿見なんですね。姿見というのは自分の全身が映る大きな鏡のことを指しています。皆さんは姿見持っていますでしょうか？女性の方は姿見を持っている方多いんですが、男性は意外と持ってない方が多いんですね。上半身だけ映る鏡で見てもなかなかコーディネートって想像ができないと思うんですよ。必ず全身が映る大きな鏡を用意していただきたいんですね。楽天ですとかアマゾンを見ていただくと大体ですね1万円前後で大きい姿見が売っていますので、なるべく自分の全体像が見渡せるような大きな姿見を買っていただきたいなと思っています。僕も自宅にもそうですし、あとはこういった事務所にもですね大きな姿見を用意してるんですね。その姿見の前に立って新しく買った服をコーディネートを考える、もしくは季節の変わり目にこれからはこういったコーディネートをしようというのを姿見の前に立っていろいろとコーディネートしながら決めるようにしています。ぜひファッションが苦手な方は姿見というものを用意をして夜な夜なですね一人ファッションショーというものを楽しんでみてください。新しい服を着て外に出る前になるべく家の中で恥ずかしい思いをすること、これがめちゃくちゃ大事なんですよね。外に出てからコーディネートがなんとなくしっくりこなくて、ああなんか気持ちが上がらないなってこときっと皆さんもあると思うんですね。それは事前準備ができてなかった証拠だと思うんですよ。外で恥ずかしい思いをする前に必ず自宅でこういう着こなしはどうかなっていうところでしっかりと研究をして決め打ちをしておく、こうしておけば外で恥ずかしい思いだとか後悔をすることはなくなるかなと思いますので、ぜひ一人ファッションショーというものをお試しいただければなと思っています。ということで今回の動画では一人ファッションショーのすすめということで皆さんにお話をさせていただきました。実はこの動画を撮る前日にですね僕も新しいシャツアウターを購入したんですね。ですので昨日の夜はああでもないこうでもないと言いながらですねいろいろ一人ファッションショーをしたんですね。この時間っていうのは結構慣れてくると楽しいものなんですね。そしてこの一人ファッションショーをやってる中で、あ、こういう着こなし方ができるんだとか、こういうのも意外と合うんだねっていうのを見つけた瞬間というのは結構ファッションにおいてすごく喜びになったりします。ぜひ皆さんもこの感覚を味わっていただきたいなと思っています。以上、スタイリストの大山俊でした。これからもファッションの役立つ情報をどんどん配信していきますので、ぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いします。